今日はですね、2017年の6月の2日、16時31分です。よろしくお願いします。今からちょっと、弁助太郎さんが練習に誘ってくれたので、そちらに向かいます。その前にね、ステッカーの、発注をしたいと思います。なので、散歩配信ですね。まずは。お散歩しながら雑談しましょう。本格的なジムに行くのが初めてなので緊張してます。修行の成果現るか。弁助さんからはボクシングの技術盗みたいですね。ガードが硬いんで、僕のちょうど課題にしてるガードの弱さ、ガードがガバガバなのを弁助さんに矯正してもらおうと思ってます。風強いし今日気持ちいいな。放送的にはね、風が強いと音聞こえづらいんだけど、風の音は拾いやすいから。マイクってどれなんだろう。これマイク？今ノックしてるのマイク？みすけわだつゆ。はい、ゆで卵は雑。いらっしゃい。多分ね、枠自体は弁助太郎さんの枠で、やると思うんで。頑張ります。みゆちゃんありがとう。風船100個ありがとう。ほうほう、顔つき変わった。わかんないですね。自覚はないですね。鉄丸さん、ネックレス変えたよ。買った。ネックレスとブレスレット、マムフラップっていうやつ。ケツ当てだね。
今からね、新宿にまず行くんですよ。で、ステッカーの業者さんと打ち合わせをして、ステッカーの発注をかけます。で、それが終わったら夜の7時に、川越で待ち合わせをしてますね。で、そこから、トレーニングします。今日は川越で行きますか？強いな、今日。強い。はい、渡す。涼しいね。気持ちいいわ。これくらいだといいんだけどな、夏が。そうだよ。ただ、便所さんの企画だから誰が来るかは分かんない、その他に。はい、ほい、いらっしゃい。主権さんいらっしゃい。荷物の多いこと。教えてください。ステゴロというね、便所太郎さん企画の格闘技祭に出ます。フォローよろしくお願いします。もう残りあと1週間ぐらいだね。早いわ、3ヶ月経つの。一瞬ですな。人生あっという間だな、本当に。胸部ひび入ったわけじゃなくて、皮が破れてきた。ステッカーのデザインはツイッターに書いてあるやつなんで、最終版はツイッターにあげた。デザイン変える気はないよ。新しいやつはツイッターに上がってます。かっこいいよね。これは新作のステッカーは楽しみだわ。ステコロありがとう。じいさむらさん、もしよかったらフォローしてね。 YouTube でもやってるから、 YouTube もチャンネル登録お願いします。おい、サミーいらっしゃい。
暑い。長いのはね、アーカイブを残してるだけだからだね。編集する動画は、今後やっていくよ。まだね、ふわっちの録画を、ただ、録画を開放してるだけだから、今後 YouTuber として5分ぐらいの短い動画作っていくからよろしく。一応あれでもね、再生数結構あって、もうすぐ30万再生いくんだよね。一応、あれでも見たい、楽しみにしてる人いるから、あれは続けていくけど。今日ね、結構風があるからね、大丈夫だと思う。ありがとう。熱中症気をつけるよ。あれだな、試合前に一回整体行きたいな。体ほぐしたい。2回ぐらい行きたいけどね。太鼓式とかやりたいな。バキバキやられたいよね。超体軽くなるもんな。太鼓式はマッサージっていうストレッチに近いよね。あれでしょ、横須賀の人でしょ、生主さんの。一回やってもらいたいよ。太鼓式は上手い人と下手な人、まあマッサージもそうだけど、技術がすごい出るからね。フォローありがとう、J サムライさん。フォローありがとう。俺ね、針苦手なんだよ。針のあのビリビリするの。今喧嘩か。体重、俺今76かな。本当は72ぐらいまで落としたかったんだけど、間に合わなかったね。6キロの減量で終わり。増量自体が失敗だったからね。増量82キロまで増やしたんだけど、体脂肪は 22% かな。体脂肪 22%。もともと体脂肪 22% で、どれくらいだったかな ?72 キロくらいだから、筋量がこの3ヶ月で4キロ増えたのか。体脂肪率変わんないで、筋量が4キロ増えた。うん。おはよう、流鵬です、ます。おい、立ち彦さんいらっしゃい。俺 YouTube もやってるよ。YouTuber ではない。YouTube チャンネル登録しといて。ちゃんと作った作品は近々アップロードするから。そう、天気めちゃめちゃいいな、おい。逆光なのが嫌だけど。ヒゲトレードマークだから。
げだるま先輩いらっしゃい。ブルーさんこんにちは。すごい日差し、画面が見づらい。なんとかならんかな、この逆光。眩しいね。リスナーさんも眩しいもんね、これだと。斜めから撮ろう。なんとかね、ステコロ本番には体調よくやりたいなぁとは思ってるけど仕上げたいよね。あっち、もう調整段階ですね。もう残り1週間ぐらいしかないんで、4日のトレーニングが最後のトレーニングになりますね。夕暮れでは、夕暮れか。そんな時間か。夕暮れっすね。風船ありがとう。ドーナツありがとう。東京はビルが高いから、あの真っ赤な夕焼けって見ないね、そういえば。真っ赤な夕焼けは見ない。配信である程度成功したら、田舎の方に住みたいですね、海外とか。格闘技、ちょっと迷ってますね。正直言うと、こんな思いしたくないっす。毎日毎日寝れないんですよ。夢の中で格闘技の夢ばっかりなんですよ、本当に。でも怖くて怖くて。トレーニング自体は楽しいんですけど、ちょっともうコリコリっすね。最後の試合になると思います。ちょっといくら配信でもきつすぎる。舐めてたわ。ストレスが半端ない。クマがすごい。ヒカルくんはメキメキ上達して自信つけてるけど、とても僕はそんな気分になれないですね。だってもう捨て頃の話すると心臓がバクバク言うんだもん。あんまり話したくないぐらいドキ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 すんの。怖くて。今もドクンドクンって言い始めたから、あーやだやだと思って。ビビるよ。一言だからビビんなよって言えるんだよ。みんな強いんだもん。いや、一言だからそう言えんだよ。本人は怖いよ。気合ではなんとかならんよ。いや、言ってら。ちょうどいいかな、時間。ちょうどいいかもしれない。
気の持ちようとは違うんだな。キッカさんいらっしゃい。みんなね、対戦相手が怖いと思ってるとか、怪我すんのが怖いとか、殴られるのが怖いと思ってるけど、でしょ？みんなそれだから気の持ちようとか気合だとか言ってるんだけど、そういう怖さじゃないんだよ。歩き多いっすね。やっぱり電車よりも歩きながらの方が皆さん雑談できるんで。ありがとう、花火さん。花火ありがとう。サンキュー。あざまーす。頑張ります。この怖さをいかに解消するのか、慣れなんだろうな。ジムは分かんない、なんていう名前のジムか。ベンゾ太郎さんのあのジムだから知らん。今日昼間に電話かかってきて、暇かって、練習するかって言って、お願いしますって言って、遠藤太郎さんに誘われたの。すげえ外人さん、すげえ美人なモデルさんみたいな外人がゴスロリの格好してた。先月の一番前のやつかしら。多分放送自体は遠藤太郎さんのところでやって、俺は録画を残すかな今日の放送は。ベンドさんがふわっちやんのか、あのキャスでやんのかわかんないけど。うん、埼玉。今は新宿だよ。今俺がいるのは新宿ね。これからあの、ステッカーを作ってから、発注かけてから埼玉に行く。今日は埼玉で一泊かな。川越の方って漫画喫茶とかビデオ教室とかあんのかな。安い泊まるところ。で、そっから帰ろうかなと思ってる。埼玉、旅配信で行ってなかったから。今日は川越でリアド津町かな。川越ってでかいの？大きい町なの？埼玉あんま分かんないんだよね。大宮がでかい。あ、大宮が一番でかいか。そっかそっか。でも川越も有名だよね。あ、下町っぽい感じなんだ。あ、じゃあ俺も好きかも。いいね。楽しみだな。ちょっと田舎っぽい街並みなんだ。お、シャーボーさんいらっしゃい。大宮近いの？大宮、あの電車で移動近いんだったら大宮で待ち合わせする。あのリアトツ町でやろうかな。明日でもいいしね。電車20分だ。じゃあ次の日やろうか。今日は川越でリアドツマチやって、次の日は大宮でリアドツマチやろうかな。
まなかみさん、ありがとう、教えてくれて。そうなんだよね。新宿駅到着です。30分ぐらいか。明日土曜か。マリモさんいらっしゃい。風強っ。さんいらっしゃい。これリア凸の旅っていうのやってるんだ。1万人リア凸の旅っていうのやってて、今ね72名かな。初めて21日で、ちょっと旅自体は捨て子の企画で移動はしてないんだけど、今72名リア凸ストックされてるかな。捨て子終わったら再開するから。虫ではありません。ステッカーです。新しいステッカーのデザインです。汗が強い。旅の再開ルートはあれだな、福島かまた仙台か、その方からスタートがいいかなと思って、泥棒猫さんいらっしゃい。夜の大体8時ぐらいからかな、放送は。8時ぐらいからトレーニング自体は。今その業者に行くステッカーの、イラスト載せる方法は生放送でリングで作るじゃん。透過した素材の作り方はわかるよね。で OBS で載せるだけだよ。重ねるだけ。レイヤー構造だよ。まあ後で教えるよ。凸するんでしょ今日。後で教えるよ。ただまたサメソニックが決まっちゃったから、サメソニックの日程次第では俺戻ってこないといけないんだよね、東京に。サメソニ、サメ島さんの企画でサメソニックがあるから、メイン MC に抜擢されたからさ。サメソニー、いや6月
だったら困るんだけどな。4月の中旬ぐらいにやってもらいたいけどね。すぐ帰らないといけないから。サメソに行きたい？ああ、じゃあ聞いてみるよ。リスナーさんとか OK なのかとか、他の配信者 OK なのか。うん、聞いてみる。サメさんに。ていうか、サメさんに DM 送ればいいじゃん、タチウヒコ。こういうものですって言って。で、僕もサメソに参加したいって。自分からガンガン行った方がいいよ。名前売っていかないとさ、捨て頃、来年の捨て頃の企画まで名前売らないと出れなくなっちゃうよ。これから練習。夜の8時からね。初めて格闘技のジム行きます。生まれて初めて。MC はわかんない。で、俺音楽イベントだと思ってたの、サメソニック。そしたらなんかただのバーベキューだよ。ただのバーベキューに MC 必要なのかどうか俺にはわかんないよ。サメソニック知らないのみんな。え、みんなサメソニック知らないの？びっくりするんだけど。知らない人いるの？サメソニ。いや、レッドホットチリペッパーズも来るみたいだよ。グリーンデーとかレッチリとか来るみたいだよ。これサメソニの、サメソニのあれなんだけど。外配信だとやりづれえな。めんどくせえな、これ。これが、あーめんどくせえ。操作が。これがサメソニです。知らないんだ。サメソニック2017のオファーが決定しました。夏は夏だねえね。サメソニック2017、夏は夏だねえ。開催決定。メイン MC をやらせていただきます。よろしくお願いします。今回、リンキンパークは来ないみたいですよ。リンキンパークは、ちょっとツアーで忙しいみたいです。フジロック、サマソニー、フジロック、サメソニーって言われてるね。日本三大フェスです。ホルモン来ます来ます。オープニングアクトですね、ホルモンは。マキシマムザホルモンはオープニングアクトです。東さんおはよう。トウモロコシを炒める係でホルモンが来ます。頑張ります。リンキンパークサプライズあるかどうかは、サメソニ運営事務局に問い合わせてください。マリリン・マンソンは中盤じゃないの？ケツから3番目ぐらいに出んじゃない？豚肉炒める係で。いや、わかんない。いや、違うんだよ。それが、俺もただのバーベキューが、なんか、どん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 でかくなっていって、レッチリとかが来ることになって、これはマジの話なんだけど、アメリカ人のリスナーに、音楽プロデューサーがいるのよ。結構その、ウィキペディアに名前載って、もうプロバンバン出かけるような人。で、その人がなんかコメントで、サメソニのオープニングテーマ作ろうって言って、その、プロの本当のミュージシャンが、今楽曲提供をしてくれて、今度レコーディングもします。結構有名なプロデューサー、本ちゃんで活躍してる、バリバリプロの音楽作ってる人で、で、この前ウィキペディア見たんだけど、すげえな、この人の経歴っていう。で、俺とテルチャンピンと、アメリカ人とサメ島さんの4人で曲を作るっていう。笑うでしょ。マジかと思って。笑うわ、そんな。ガチ勢が来た。
もう生放送特有のこの悪ノリいいよね。生放送特有の悪ノリ。いや、どうなんだろうね。CD 発売とかしてみたいよね。ここまで来たら。タトゥー掘ろうかちょっと迷ってんだよね、俺今。結構本気で迷ってて、30過ぎてタトゥー入れんのもダサいなとも思うし、温泉好きだからさ、ちょっと本気で考えてる。タトゥーは。アメリカ人結構やっぱ順調に伸びてきてるよ。いい伸び方してる。じゃあ、着いたので、僕は今からグッズを作ります。皆さんお疲れ様。またグッズ作り終わったら放送再開します。お疲れ様です。みんなフォローよろしくね。Twitter、Facebook、あと YouTube のチャンネル登録もお願いします。YouTube で面白い動画作っていくんで、よろしくです。おつおつ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。